が上機嫌って言ったらみんなでパラダイスって言ってください、はい、その声がちっちゃいと曲流れませんから。みんなもうアイスピンのライブここで終わりですから、1曲で終わりになっちゃったら歌いたいからね。やだよね、それは、はい、皆さんちょっと協力をお願いします。お願いします。ちょっと一発でできるか楽しみですね。いきますよ、上機嫌。Oh.
酒祭り楽しんでますか？おーい、おーい、結構飲んでるな、飲んでるなもう。まずね、私たちアスピー実は新潟県にライブしに来るの初めてなんですよ。はい、「なんでも」
Thank you.
がある。そう、そうね。演歌が。ガンギッコさん。そうなんです。この後出演されるガンギッコさんに。私たちのステージの後もガンギッコに所属してリードしまして、ね、うん、今日はね、あの、8月ぐらいにピックアップガールズとして、うん、そのイレブンプラザで開催されてるワンギッコの定期に、一回お邪魔させてもらったんですけど、はいはい、今回はアシュリーとして、アシュリーとして、うん、ここ新潟に、うん、ジョイズに、本庁に来れて、本当に幸せです。本当にね、お呼びいただいてありがとうございます。ありがとうございます。でもう一つ姉妹グループがピュアマラクラウというのがありまして、うん、その3つが一緒になったピクマラアスピーカッコトジというグループで、実は12月に16日に、うん、特番ジャパンよりメジャーリリース決定しました。ウェーイ、ありがとう。はい、実はね、そのメジャーデビューする曲の CD が実はこの後の物販でも予約できちゃうんですよ。なんでそう、1ポイントと、あと投票券っていうのがついたり、いろいろなんかついてくるんですけど、はい、ポイントを貯めると、はい、なんか T シャツがもらえたりとか、レッスン見学できたりとか、うんうんうん、とステージプロデュースできたりとか、あとメンバーの個人特典とかもね、あるんでね、あとで物販とかでチラシ配るんで、皆さんぜひぜひそれを要チェックしてください。要チェックしてください。よ、お願いします。また呼んでもらって、ここに来れれば買えますね。そうだね、そうだね、よろしくお願いします。また呼んでください。よろしくお願いします。ぜひ呼んでくださいということでね、はい、寂しいもので続いてがアスピーラストの曲になってしまうんですけど、わかるんで、一緒に
がいたら